N-BOX は、ホンダ技研工業が生産、販売している、トールワゴン型の軽自動車である。本校では便宜上、派生車種の N-BOX、N-BOX スラッシュも合わせて記述する。軽自動車事業の刷新に先駆けて行われた、マーケティング調査で、軽ラインアップが、ライバルに比べ手薄であることが指摘された。そこで、 軽自動車市場の約3割を占める人気カテゴリーでありながら、既存のホンダ軽自動車のラインアップにはない軽自動車規格のミニバンとも言える軽スーパーハイトワゴンを開発することとなり、当時大人気だったダイハツタントに対抗させた。初代は開発に際し、車種とエンジンをセットで考えるという観点から LPL の浅木、安脇を含め、 第2期本高い位1に携わったメンバーが開発スタッフとして参画している。市販とは直接関係ないものの、デザイン要素の多くは2006年のロサンゼルスオートショーにて公開されたステップバスコンセプトから取り入れられており、実質 N ボックスの原型といえる。市販モデルは2011年に開催された第42回東京モーターショーに出展され、N コンセプト1は NBOX、N コンセプト2は、NBOX スカスタム、N コンセプト3は、NBOX として市販された。2012年7月には、新しい可能性をプラスするをコンセプトに、NBOX プラスを発表。2014年12月には、ロールーフモデルである NBOX ス,スラッシュを発表、発売した。製造は、従来より、ホンダの軽自動車を手掛けている8000台工業では、 なく、鈴鹿製作所で行われる。発売直後から数多くの賞を受賞し、計四輪車部門の新車販売台数では2014年を除いて主要獲得。さらにホンダ四輪車史上最速となる累計販売台数100万台を達成するという大ヒットを記録、ホンダの看板車種にまで一気に上り詰めた。2017年発表の2代目においては、 LPL を白土清成が担当。世代交代に合わせ、ライフスタイルブランドとして、認知度を高める戦略を採用。N のロゴマーク入り雑貨を販売したり、愛用者の生活、仕事への利用をホームページで紹介したりするマーケティングを展開している。空間効率を最大限にするため、新設計の N シリーズ共通プラットフォームに加え、フィットに用いられた。 センター対クレイアウトをホンダの軽自動車で初めて採用した結果、クラスで最も低いフロアを実現した。同時にミニマムエンジンルームの思想を取り入れたことによって従来比で 70mm 前方に圧縮し、その分を室内帳として活用している。搭載されるエンジンは、それまでライフやゼストなどに搭載されていた P07A 型エンジンから新開発され、 構造を刷新したエスレナの A 型エンジンを設定した。吸気側の連続可変バルブタイミング、コントロール機構や、ロングインテークマニホールド、ハイドロリックラッシュアジャスター、低張力ピストンリングおよびピストンパターンコーティング、スイングアーム式、ロッカーアームなどの採用によって、軽量およびコンパクトでありながら、扱いやすく高出力な特性を獲得している。なお、ホンダが生産する、 軽自動車へ DOHC エンジンが搭載されたのは1963年登場の T360 以来48年ぶりで4バルブ方式の DOHC エンジンは初採用となった変速機もホンダの軽自動車として初めてかつ専用に新開発された無断変速機を採用した。またホンダの 4W 電車で CVT が採用されるのは2010年に 販売終了となったエアウェーブ以来である。加えて、ナエンジン全車にアイドリングストップ機構を採用することなどにより、JC08 モード燃費で、ナイフ F 車で 22.2kmL、ターボ FF 車で 18.8kmL の低燃費を実現しており、n ボックス n ボックスともに、ナ社は駆動方式を問わず、平成十七年度燃費基準を達成している。 また、軽自動車としては初めて、ベッサとヒルスタートアシストシステムを全車に標準装備した。ボディ後半には、新日本製鉄製の高張力後半が採用され、車体軽量化に寄与している。コスト削減のため、積極的に海外製の部品を採用しており、例えばフロントインドシールドガラスは、中国のルヤオ製である。二代目から、 チクレエヴァポレーターが搭載されている。N ボックスの派生車種でかつ N シリーズの第5弾車種として2014年12月公式発表、発売された。なお、車両形式は N ボックス、N ボックスと同じ JF1、2型となる。N ボックス、N ボックスに比べてルーフを1 0 0、mm、トル低くした上でリアに向かって ルーフラインを下げ、ウィンドウラインを競り上げることで、ボックススタイルでありながらにドアクーペに見せるように、工夫したデザインを採用。リアドアは、ヒンジ式のドアとなり、ベゼル同様に、リアドアアウターハンドルをガラス側に配置している。また、ルーフモール、リアピラーガーニッシュ、フューエルリットなどに、金属調の加色を施した。また、全タイプで、 カスタムテイストのデザインを採用しているため、N シリーズの他の車種で設定されているノーマルタイプが存在せず、カスタムの名称もつかない。バックドアデザインは N ボックス、N ボックスカスタムのデザインテイストが踏襲されているが、下がったルーフに合わせて構成パーツは全て専用品となる。なお、左下の社名エンブレムは N となっている。内装は G と GA パッケージはベージュ基調のブライトロットスタイルを G ターボ A パッケージと XK にはブラック基調のストリートロットスタイルをそれぞれ採用。XK にはメーカーオプション、インテリアカラーコレクションでレッド基調にチェッカーフラッグの模様をあしらったダイナースタイル、ホワイト基調にライトブルーを配したグライドスタイル、ブラウン基調にブラックを配したセッションスタイルの3種類から選択できる。 リアシートはチップアップダイブダウン機構に加え、前後スライド機構も搭載された。メカニズムについては概ねベース車に準ずるが、パーキングブレーキについてはボタン一つで作動する電動制御式を採用した。ドラムブレーキで同方式は世界初であり、機構的にはリアブレーキドラムの中にモーターを組み合わせることで実現させている。 オーディオは8個のスピーカーと17センチメートルバックロード保温型サブウーファーで構成するサウンドマッピングシステムを搭載し臨場感あふれる音空間を実現した。コンセプトカー N コンセプト1コンセプトカー N コンセプト 2N コンセプト 3N はホンダ初の本格的量産4輪モデルである N360 の N をモチーフにもう一度原点に立ち返って 新時代の四輪車を作りたいという思いを込めている。また、ニュー、ネクスト、日本、乗り物のそれぞれの頭文字も含め、これからの新しい日本の乗り物を創造するという意味合いも込めている。ボックスはその姿形は、コンセプトの新しい可能性をプラスするより。ちなみに、N の命名者は佐藤柏で、同時にロゴデザイン CM のディレクションも手掛けている。 ありがとうございます。